渡辺国武,武、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 1846年3月29日、降下3年3月3日から1919 19年、大正8年5月11日は、日本の官僚、政治家。君党は、君一党。尺位は四尺。旧姓は小池。第二次、伊藤内閣の大倉大臣、邸臣大臣。第四次、 伊藤内閣の大倉大臣を歴任した。兄は、白爵、渡辺千明。1846年、硬貨3年3月3日、品濃国諏訪郡東堀村、後の長野県岡谷市にて、諏訪高島藩市の家に生まれた。父、渡辺正則は、武士の子が、桃の節句に生まれたのでは具合が悪いということで、藩長に、単語の節句の5月5日生まれと届けている。 両親と早く死別したため、兄の千秋と共に、祖母の手によって養育された。十歳の時に、これらにかかるが、一命を取り留める。その後、反抗長禅館に入り、読書や武芸に精進する。当初、同じ新州出身の兵学者、佐久間正山に学ぼうと考えたが、正山が暗殺されたため、江戸藩邸に勤務しながらフランス語などを学ぶ。百六十八年、 明治元年、京都御所の警備のため藩主、諏訪忠則に従い上落する。たまたま渡辺が門の経営に当たっていた時に、大久保利道が観察なしで御所に入ろうとしたことを拒否したことが起源となり、その職務忠実ぶりで目をかけられるようになる。1871年、明治4年、廃藩置県の後、稲県出資となる。 大久保は当時稲県知事で同郷の長山森照を通じ、千秋、国武兄弟を東京に呼び出して民部賞勤務とする。1873年、明治7年大倉省租税領7党、ついで6党出資となる。渡辺は、大倉卿、大熊重信、租税党、松方正義、地租改正局総裁の大久保のもと、地租改正に取り組む。 政官論をきっかけに自由民権運動が全国に崩壊とすると、1876年、明治九年、渡辺は高知県に県県令として派遣される、当時の高知県は現在の徳島県域も含む。渡辺は内務卿となった大久保に、あえて細かい現地の情報を伝えることはせず、1877年、明治十年に西南戦争が勃発した際、 高知県で西郷軍にこうして挙兵する動きを抑えることにこうする。1878年、明治11年に高知県令に上るが、翌1879年、明治12年、高知県内の軍合併が内務教の許可なく行われたとして、攻めを追って辞任する。渡辺は京都に引きこもり、その間に英語、フランス語、 ドイツ語を学ぶとともに一切教を独破する。明治十四年の政変、1881年によって渡辺に期待をかけていた松方正義が三義大倉教なり、そのこともあって福岡県令に就任し、寛解に復帰する。1882年、明治15年に松方によって大倉省に戻り、調査局長、1886年、 明治十九年主計局長を経て、千八百八十八年、明治二十一年大倉次官に就任する。千八百九十二年、明治二十五年、品川矢次郎内相による選挙大干渉によって第一次、松方内閣は総辞職した。その後を襲って、第二次、伊藤内閣が成立する。伊藤博文首相は、組閣に当たり維新の元君の総出で内閣を組織。 したが、大倉大臣には、松方前首相の就任が有力視される中、下馬票を覆す形で、渡辺が起用された。同年11月、第四帝国議会に、政府は予算案を提出する。総選挙に勝利した野党は、予算案に反対し、軍艦心臓費全額削減と、予算案の11%減額修正を求め、対立する。この時は、 明治天皇が六年間五内土金30万円を歌詞試験官費に充てるという和卿の招職を発布されたため政府や党共に矛を収めた。1900年明治33年伊藤博文が立憲政友会を結成すると渡辺は政友会創立委員としてこれを助けた。同年第四次伊藤内閣の増床に就任する。渡辺は 禁縮財政のため、官業中止、事業の延期、主税、殺到税増税を実施しようとする。衆議院は、大隈重信の県政本党の賛成で通過するが、貴族院の反対にあい、明治天皇の招徴で危機を脱した。しかし、明治34年度及び明治35年度予算案編成にあたり、禁縮財政を主張して現在行われているものも、 含めたすべての交際発行事業の停止を提案した。政府、声優会は、緊縮予算の必要性については認めていたが、そのために、地方から声優会の代議士に寄せられていた陳情を、星通ると、原高氏が必死に押しとどめて、当時行われていた交際発行事業の完成を優先するという、党内合意を取り付けた直後というタイミングだった。これに対しては、 旧憲政党計画料だけではなく、西恩寺金持や金子健太郎、末松県庁ら官僚計画料からも非難を受けて、閣内で孤立した。こうして、第四次、伊藤内閣は、閣内不統一で総辞職することとなった。この時渡辺は辞表法廷を拒否し、伊藤に辞表撤回を求めたが集荷適せず、内閣総辞職後に、油志面官となった。 閣内不統一を引き起こしながら、辞表を拒否したことで、渡辺は失脚し、事実上政界引退を余儀なくされた。それでも、欧米を外遊後、日露戦争前後では、退路強行論を主張、戦争後もポーツマス条約反対を主張した。その後、脳卒中の発作を起こし一命を取り留め、以後アザブの屋敷や伊豆の別荘で静室な晩年を送った。 1919年5月11日死去、73歳。渡辺は、生涯独身を通し、兄、千秋の三男、千冬を養子に迎えた。千冬は、衆議院議員、貴族院議員、司法大臣を歴任している。ちなみに、孫、部は、初代財務官を務めた。渡辺が独身であった理由として、鳩山和夫の妻で、 鳩山一郎の母の春子に失恋したためと伝えられている。渡辺千冬は司法省、渡辺武氏は大倉省財務官、渡辺里氏は物理学者、渡辺千秋は伯爵となり渡辺千春は銀行重役でその妻は大山岩尾の娘、渡辺明の代に借位返上し、渡辺誠は天皇寺従長を務めた。野依義春は、 ノーベル科学賞受賞者。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。